事業の拡大に注力している小規模企業の経営者にとって PC は従業員の生産性向上のために不可欠な要素です。それにもかかわらず、小規模企業の PC は大部分が正しく管理されていません。インテルは2012年にインテルスモールビジネスアドバンテージを発表します。これはすぐ使えるだけでなく、小規模企業特有のニーズに合わせて OEM やリセラーがカスタマイズできる独創的な新ソリューションです。このソリューションには複数のアプリケーションが統合されており、勤務時間外に PC のメンテナンス、アップデート、バックアップを実行します。問題が検出された場合には従業員に通知してデータのセキュリティを改善します。しかも操作は非常に簡単です。小規模企業ではセキュリティソフトウェアとウイルス対策ソフトウェアが PC 上で正しく稼働していることを常に確認しておかなければなりません。 Intel SBA はハードウェアレベルで重要なソフトウェアの動作状況を監視します。無効化されていたり攻撃を受けたりしている場合には即座に従業員に警告を表示します。また PC の電源がオフになっていても、勤務時間外に日常的な保守タスクの動作スケジュールを設定し自動的に実行できます。 PC ヘルスセンターは PC の電源を入れ保守を実行した上で再び電源をオフにします。さらにインテルスモールビジネスアドバンテージは業務を中断させないで PC の性能を最大限に活かすためにバックアップを夜間に実行することも可能です。バックアップの頻度と保存先は従業員が指定できます。データのインポート、ポートが許可された USB デバイスを特定し、データの盗難やウイルス感染から PC を守ります。また特定カテゴリーのデバイスをブロックしたり、特定のデバイスのみを許可して指定アプリケーションに認識させたりすることも可能です。業務終了時には指定時刻に PC の電源を切り電力を節約、また出勤時刻の少し前にコンピューターを自動的に立ち上げシステム起動までの待機時間をカットします。インテルスモールビジネスアドバンテージを使用すれば、小規模企業の経営者と従業員はコンピューターに関する問題から解放され、本当に重要な業務に集中できるようになります。一方で OEM やリセラーにとっても、インテルスモールビジネスアドバンテージは素晴らしいチャンスです。SBA をカスタマイズしてさらなる差別化を図ることにより、新しいサービス収益のストリームが確立できるようになります。OEM とリセラーはインテル SBA のウィザードを使用し、自社ロゴを追加した共同ブランディングが可能になります。また、小規模企業のユーザーが直接 OEM やリセラーに問い合わせるために、自社の連絡先情報も追加できます。さらに Intel SBA Wizard では OEM やリセラーが自社製アプリケーションまたは他社製アプリケーションを追加できます。これは付加価値の創造や差別化に有効な方法です。場合によっては他のアプリケーションを削除したり置き換えたりすることもできます。 SBA 導入によって OEM とリセラーにはすぐ使える上にカスタマイズできて使いやすく、独創的なソリューションで継続的に高い顧客満足度を達成できるというメリットがあります。しかも自社ブランド名を表記し、新しいサービス収益のチャンスを満たすことができるソリューションです。インテルスモールビジネスアドバンテージは2012年前半に次世代コアプロセッサーとともに発表予定です。セールス用ツール、資産、製品資料、セールス研修、オンラインおよび店内におけるマーチャンダイジングといったサポートが発表時に提供されます。どうぞインテルの担当者に問い合わせて、次世代コアプロセッサーを搭載したインテル SBA 対応 PC の販売によってインテルがどのように付加価値を高め差別化を進めていくのかをご確認ください。